皆様おはようございます。スッチーパフォーマンスです。今日は昨日の続き、今度大阪に来ております。今日はなんとですね、あちらのウルスが名古屋で取材なんで、それについていきたいと思います。で、ただのついていく話ではございません。あちらのウルス、新車でめちゃめちゃカスタマイズしてあるウルスってことです。でしかもワイドボディで、まだお客様に納車前ってことなんで、とてつもない車両なんですけど、あれを取材してもらいます。で、あの車だけじゃなくてですね、なんとオーナー様、他にもいろいろ車をお持ちっていうことで、そのオーナー様所有の他の車合わせて、トータル3台かなで取材をしてもらうみたいです。で、他の車2台が何なのかは、どんな車なのかは行ってみてからのお楽しみっていうことで、で、これからのスケジュールなんですけど、まずあの積載車に近藤大阪のスタッフ岡君と、あとメカニックの伊藤さんとリッキーこと近藤チャンネルでおなじみ高橋君、3人であれに乗って、まず東海地方の某所オーナー様のご自宅に伺います。で、そこで車を2台お借りして、で、一旦名古屋店に行きます。で、名古屋店で取材の準備をして、それから名古屋某所で取材になります。で、ちょっとその様子を全部お伝えしたいと思います。それじゃあ行きますか。岡君行きましょう。はい、行ってまいります。はい。ここでカメラを回したところでフルモザイクなんですが、え、ここ？あ、なんとなく想像がつきました。この中じゃない、多分。あ、僕なら今ちょうどオーナー様と待ち合わせの場所に来たんですけど、多分これ車以外全部全部、はいはい、ここがご自宅なのか、あの車置き場なのか、それはもう分かりません。ただちょっと車が閉まってありそうだなっていう雰囲気のところに来ました。で、今ちょっと車確認してもらいまして、で、あと車2台お預かりして、これから名古屋店に行きたいと思います。今オーナー様にご確認いただいてるんですけど、はみ出しが足りないってことで、あのノーマルカット言われてます。だってこれだけ出てる。40ミリぐらい。あの前が30。30。後が40。じゃあだってあっちのアウディめちゃ飛び出してるんですよ。でフェンダーバイバイ取っちゃって。じゃあこの 3.5 トンの積載車がもうパツパツっていう。これ当たんないの。もうこれを超えるともう乗せられないという。あ、乗った。あ、乗りました乗りました。オーナー様的には物足りないらしいです。コンサモードにして行ったんですけど大丈夫やったんで。でもすごいね。あと5ミリ、正直あと5ミリ出したいなとは思うんですけど。これだってもう5ミリ出してこれ行くとちょっと怖いなっていうか。ここが怖いんですよね。この中の。そうそうそう、結構近いんですよ。そう。ここ削っちゃえばいいじゃん。削っちゃってゴミか。あの言ってますけど新車です。削っちゃえばいいじゃんとか言ってますけど新車です。行ったら多少はな。ちょっと一回また下ろしてみてよ。まさかちょっとそう来るかな。あくないこの光景。あ、これあれじゃないのもしかして。あのオートメッセで展示させてもらったやつやった。結構あの塗っちゃってるんでわからないけど、あらゆるものが交換されてるっていう。フードとか。すげえ。すごいこれ。フードも交換して、ここも交換して、あっちも交換してっていう。あ、そう、さらっと登場しちゃってますけれども、なんと今回ウルスプラス2台はこちらのアベンタドールとこちらのアベンタドールっていう、これがですね、あのやらせでも何でもなく本当にオーナー様のお車っていうことで、
なんとランボルギーニ3台所有、合計大台超え。本当にこれがやらせじゃないっていう恐ろしい、ちょっと若干鳥肌立つっていう。そしてこれをなんと、これから名古屋店とその撮影場所まで行くんですけれども、自走させていただきます。はい、そこ自走しちゃうのって思うかもしれないんですけども、当然オーナー様より許可はいただいてますんで、さっきも早く乗っててみたいな、はい、そんな感じなんで、もちろん僕が運転するわけじゃないんですけど、自走で改装させていただいて、でどっちにしても今回その雑誌撮影で走行シーンを撮るっていう目的があるんで、どっちにしてもそのちょっと走らせる距離が長いんで、ちょっと今回オーナー様のお言葉に甘えて、自走で車をちょっと改装させていただくっていう段取りになってるみたいです。ちょっとこの SVJ もすごい、やばいね。そうないよ、でも SVJ ない、いろいろして回ってるじゃん。そう回ってるし、世界中のあれ見てもここまでやってるのはないです。はいはいはい、はい、僕らボンドしていろいろ回ってますけどSVJ が入ってるとあんまないよね。おーって感じじゃないですか。すごい、それが全部あらゆる部分がすげー、めちゃめちゃ喜びね。というわけでこれを雑誌撮影の様子と僕ら制作撮影の PV をちょっとお届けしたいと思います。本当にやらせじゃないのすごいよね。なかなかランボ3台持ってますっていう人もそういないと思うよ。これね、日本だけじゃなくて世界でもそういないと思うよ。すげえな。なんかもうしかもいいよいいよみたいな感じだもんね。もうツーリングだよね。光景が普通にスーパーカーツーリングだよね。だってシートカバーすらいらないから取ってよって。いやいやそういうわけいかねえっすつって。大体だってウルスワイドボディ今日、納車じゃん、多分納車だよね。見て一言目がうわいいねとかじゃなくて、出づら足んなくね。いやいや嘘でしょ。これじゃ純正じゃんって。純正ではない。だって3純正を見てないんだ。見てるでしょ。 3.5 トンの積載にもういっぱいいっぱいなのに、これ以上出すって言ったらもう乗せられないよ。大型の積載借りてこなくちゃ。すげえな。すごい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 。ご覧ください。これが並ぶ総額1億円ぐらい。1億円いうふうに超えてるか。
ただいま名古屋店に到着いたしました。無事名古屋店は相変わらずいい車がたくさん入っております。ちょっとスペースを借りて、これから2台アベンダドール2台かな、ウルスは洗車してから持ってきてるみたいなので、アベンダドールを洗車したいと思います。ちょっと名古屋店も見てみます。 MSX が入っている。ちょっと何の作業かは謎です。MSX も下真っ平なんだ、すごいな。そして以前動画でご紹介させていただいたヤリスもまた何か追加作業でしょうか。というご飯がいろいろ入ってます。でワイドスターまもなく完成なんで、完成お伝えしますんで皆さんお楽しみにしておいてください。井村店長とちゃんと紹介します。とりあえず洗車しましょうか。じゃあまあ、撮影場所に到着いたしました。雑誌はやっぱり S4 みたいです。でこんな感じで今ちょっとフォーメーションを考え中みたいです。すごい光景。そして今回上の方から撮影するらしいです。なんで上から見てもらって、ちょっとフォーメーションをいろいろ変えて撮影して、あと今回走行の写真も撮るっていうことで、ちょっとそれもお伝えしたいと思います。あ、今ちょうど車両の移動が、なかなかでもランボ3台聞き比べできるのないよ。イベントぐらいだよね。聞きランボする、うん、これはつって SVJ つでも違うよね、 SVJ と音が。確かにウルスは分かる、ウルスはもう目つぶつぶ。 SVJ と S はちょっとこう耳を澄まさないと症例レベルでは分かんない。めっちゃいい音してるよね。普通だったらでも積載さ、じゃあ全部用意して、場合によってはこう箱車でなんて、それをえ、目の下が自走でいいよって言ってくれるオーナーさんの心意気がすごい。しかも SVJ やっぱりめっちゃ乗ってる感じね。虫、うん、結構ついてるし、ブレーキのダストも結構ついてるんで、多分ガンガン乗られてるオーナーさんじゃないかなと思います。すげえな、めっちゃかっこいいな。てかなかなか同じ色で買えないよ。確かにそうですね。普通違う色とかさ買うじゃん。
相当余裕かこだわりがないと。じゃあ全部黒系で全部同じ系のパーツで混ぜて、ホイールに至っては全部穴開きだわ。ホイールだけで相当いい車がやった気するけど3台分のホイールだけで。ちょっと僕らは動画撮るんですけど、まず3台は初なんでどう撮っていいかわからないっていう、ちょっといろいろ眺めて研究したいと思います。これ掲載何月号ですか？9月です。9月ですね。はい。じゃあ皆さん買いましょうと、うん、メッセージお願いします。皆さん買ってください。2冊買った方がいいですよね。はい。保存用と読む用ですよね。そうっす、はい。はい。カツカツなんで買ってください。じゃあ皆さん買いましょう。買いましょう。はい。メルセデスのネタはまた随時募集しております。じゃあ223のブラバスやります。あ、マジですか？はい。もう車あるんですよ。エアロ来たらすぐやります。あ、じゃあちょっと教えてください。了解です。新作の何だったっけ、モノブロックなんとかをつける、はい、何か忘れましたけど、それ一緒みたいなやつ。いや、あれじゃなくて、あ、でも Z にしたんかな、確か S クラス用の Z が新しく出たんで。マジか、すごいな。でも後ろ車が映っちゃってるな。ね、ちょっと撮るね。3台ちょっと難易度高いな。聞かない？大丈夫。お母ちゃん、その距離感が限界値のとこです。ああ、マジです。ドアップ。そこドアップです。あ、いけんじゃないかな、いけないかな、映っちゃうか。もっともっともっと近く、もっとずっと近く。リッキー気をつけて。あ、伊藤さんか。路中が。
で一応これメインでいいんだって。よくわかんないです。はい、というわけでって全然というわけでじゃないんですけど、あの雑誌撮影してもらってその後僕らで撮影したんですけど、自分たちが撮影してるところを自分で撮影するっていうのはちょっと無理でした、はい、いろいろちょっとバタバタしてて、あの用意したカメラの予備の電池も全部使い切るっていうぐらいかなりいろいろ撮ったんで、 PV 結構いいのができると思います。ぜひご視聴ください。というわけでちょっと全部あの洗車して、いよいよお客様の元へ2台返却と、あとこちらの車、今回5納車ってことなんで、お届けに上がりたいと思います。もうすっかり暗くなっちゃったけど、これからお客様の元へ車両を改装いたします。何時今？7時半。1日かかったという。疲れた？疲れましたねまだ我々はこれから編集っていう作業が、あとちょっと大阪に戻るっていうのも残ってるんですが、いやーでもね、今日ちょっといろいろ勉強になった。すごい。何が勉強になった？いや、あのね、あんなにあのウルスパーツがあると思うんだと思います。まずね、車のことがねすごく勉強になった。オーナー様こんなすごい人がいるんだっていう勉強になった。じゃあね、次元が違ったね、本当に。さすがにね、でも3台撮るのはね難しい。どこ撮っていいか分かんないし、大変でしたね。チームワーク。そうだね、思ったけどね、やっぱりね、撮る側もそうだし、撮られる側のドライバーもどこにこう自分がどういう風に映ってるのかって分かってないときついよね、うん、俺両方やるからさ、結構俺ドミシャでしょ。いいですか？ちょっと車の鍵忘れちゃったんだ、ね。やべえ、ミラーマス履いてる。すげえ。昼間ちょっと気になったこのここのポジションの車はなんと222後期。しかもブラバスっていう。ありがとうございます。この絵面はやばい。222アメンタ SVG のアメンタ S で、ウルスってしかもだって国産でしょ。ちょっとこれだけね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、
字が開くと車が変わってるっていう何も知らない、だって開けてた、これ何だったみたいな、そういうことあるんですね。ウルスは僕がバラしちゃったんですね。これはわかるんですか。はいはいはい、あのランボが2台になったんですそう、ウルスは喋ってた流れで僕が、まあウルスがあれっすもんねって言って奥さんが あれ言っちゃった、そうあれウルス買ったのそう相談言って報告したかったんですよ本当にどうしましょうってあれは僕がやらかしましたね。もう訳は分かりません。ある日突然アベンタドールが家に増えてたっていう。そうですね、それが不良でね、あ、そうですね、嫌だそんな夜初めての明るい日にあのスニーカーで乗ってみましょうか。そんなヒールで嫌だ結構バツですもんね今日こっちが着いたんで残念でしょ。大川さん気をつけて帰って。いやいや、ありがとうございます。すみません、お土産までいっぱい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、気をつけて。いい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、撤収しましょう。ありがとうございます。ちゃんとなんか動画のうちも撮れて。立ち去るシーン撮ってる。立ち去るシーン撮ってる。だからもう、明日とか見て、もし部品取るってなったらちょっとかかるかもしれない。あれ、納車に来たはずのウルスが乗ってるっつって詳しくは帰り、はい、ハプニング発生でなんとウルスを持って帰ることになりました。結局何しに来たのかっていうただ動画を撮りに来たっていうそういう日になってしまいました。オーナーさん本当申し訳ないです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあ帰りましょう。これから大阪に帰るんですけれども、まさかのあのオーナー様にウルスを納車しようと思ったらバルブが閉じないという。いやでもこれ本当に笑い事じゃなくって、もちろん何回も確認して、あの撮影時も操作してオーナー様お宅について説明しようとしたら閉じないっていう、もう頭抱えちゃうよ。でもオーナー様は本当にまあいじってるからしょうがないよね。いやもう本当にあの理解のある方で助けられてしまいました。もうポンコツな、まあ、僕らがちょっと作業したわけではないですけど、ちょっと本当に爪が甘かったっていう、もうちょっとご迷惑をおかけする形になってしまったんですけれども、全然なんか笑って済ませてくれて、ちょっと全力でリカバリーしないといけないなっていう、ちょっと僕らサービスあのメカじゃないんで、代わりにちょっと動画の編集の方を頑張ってちょっとかっこいい動画にしようと思います。いやーでもしかしすごいね。だって奥様にアベンタイス乗せようとしてて S クラスより前がちょっと短いねそういう問題じゃないんだけどなと。でもこれ乗せたらかっこいいね。かっこいいですね、うん、奥様のアベンタイス乗せたらめちゃめちゃかっこいいね。すごい、いやーすっげえなー。あれだけ車あるのやっぱり S クラスも黒かったんでね、ブレないよね、なんか真似できねえなー。俺だったら絶対じゃあ1台は白でとか1台は青でとか言ってる。でもうちょっといろいろこう納車とかオーナー様にこうお話聞く機会とか、いろんなオーナー様とお話しさせていただいたりとかして思ったけど、なんかもう
びっくりするぐらいなんかみんなこう物腰柔らかくて腰低い人じゃないのか、えっていう、なんかもうちょっとこう言ったらあれだけど、ちょっとおらついてる人とかもう全然なんか今まで遭遇していない。もうイメージ的にはちょっとこういうちょっと超高額車両乗ってる人ってちょっとこうなんかこう俺の勝手なイメージよ、なんかちょっと高圧的じゃないけどオラオラオラみたいな、ドケドケみたいなイメージだったけど全然そんな感じじゃない。ああもうどうもどうもすいませんみたいな。だって結局だって車借り行く時も差し入れもらっちゃって、飲み物とお菓子と、車置き行った時ももらっちゃってそんなに気使ってもらえることってある。だってむしろなんか逆にすいませんって。あとはね思ったけど、よくさIQ が20違うと会話が成立しないだっけ、確かあれ10違うとだっけな、20違うとだっけな、なんかあんだよ IQ がなんかこれ以上離れてると会話が成立しないって思ったけど、あとはね金銭感覚もねちょっとゼロが2つぐらい違うと会話が成立しないもうちょっとっていう、そこですかって、すごかった今回は。ちょっとインパクトで言ったらちょっと過去一かもしれないね。まあでもちょっと本当にいろんなものをかっこよく撮れるようにちょっとこれからもいろいろ勉強して、撮り方も研究して、いろんなオーナー様に喜んでいただけるようにちょっといろんな動画をお届けしつつ、かっこいい PV を作っていきたいと思います。そして帰り結構かかるのでね、ちょっと頑張って帰りたいと思います。